はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今日のパート2でございます。皆様からの質問とか、何かメッセージを、頂戴してるんでね、せっかくこれ書いてくださっていて、書くのも大変だもんね、ありがとうございます。いつも常連さんが多いんですが、ご紹介していきたいと思いますね。まずは、BBWBS-岡さん。B はブレイブスかな、 BW はブルーウェーブ、 BS はこのビーズの、BS ね、バファローズのビーズね。お母さん、初のコメントですということ、いらっしゃいませ。神戸のチケットが当たりました。ああ、よかったですね。1978年84年95年96年以来の観戦です。すごい、ずっとご覧になってるんですね。ありがとうございます。78年は昭和53年広岡ヤクルトとの対戦、負けました、阪急はね。で、84年はこれも阪急ブレーブス、広島東洋カープとの対戦、負けました。95年、これはオリックスブルーウェーブ、扇、オリックスが野村ヤクルトに負けました。96年が、これは扇オリックスが長嶋ジャイアンツに勝ったという日本シリーズでしたね。それ以来ということになりますが、11月末の神戸寒いでしょうねということで、寒さ対策、これチームもね練習するんでしょうかということなんですが、どうなんでしょうね。確かに中嶋監督はさ、後半戦が始まる前、オリンピックブレイク後、しばらく最初ほらデーゲーム、屋外が続いたのかな、デーゲームというよりも屋外が続いたんで、あえて暑い中で練習しましたもんね。あるのかな、どうだろう。はい、ありがとうございました。坂井戸さんです。大前さん、おはようございます。朝なんだ。高見沢選手のホームランボールを持って行って、大前さん、島村アナウンサーに褒められたということがお話しされていましたが、逆に大前さんが羽村さん、佐久間さん、竹村さん、古賀さん、そして中島玄也アナウンサーなどを褒めたエピソードがあればぜひ聞きたいですって。褒めたことないんでお話できません。はい、ありがとうございます。怒ったこともないけどね、褒めたこともないな。だって談話読むだけじゃんね。そこにいい悪いがあろうはずがないし、今取材ができないんで、もう用意された談話を読むだけで誰がやっても同じなんだよね。だから今のリポーター難しい。そこにどうやって自分の色をつけるかというのが大きなポイントになってくる、その人の力になってくるんだろうけどもね。中島玄也に関してはうちの事務所のアナウンサーなんでよく怒りますし、褒めるっていうか、お疲れ様、よく頑張ってくれたねっていうことは言いますけどもね。あとの方々は女性だし、よそのプロダクションの方なんで、叱りもしませんけども、別に褒めたことはないし、羽村さんなんかはね、もう別にね、褒めるも叱るもないからね、羽村姉さんはね、褒めたことはないです。だからエピソードはありません。それからですね、あとね、そうこれだこれだ。つづれおりさんです。お前さん、こんばんは、こんにちはと書かれてますね、ごめんなさい。初めてコメントします。いらっしゃいませ。つづれおりさん、いつも楽しく拝聴しています。そう、これはね、拝見じゃないよ、拝聴なんだよね。見るもんじゃない、聞くもんだね、カズチューブはね、ラジオなんでね。早速質問です。毎年その年のキャッチフレーズが発表されますが、どのように誰が作っているのでしょうか。今年は監督や選手が常々言っていたチャレンジャーや全員で勝つという、スローガンがありましたけども、結局ファンも認知する分かりやすいフレーズとなって、もともとのキャッチフレーズの存在が結果的には薄かったかなと感じたので、ということで、今年のようにチーム内から自然と出てきた合言葉がそのままキャッチフレーズのようになるのはベストだなと個人的には思いました。なるほど、いいところに目をつけますね。まず今年のキャッチフレーズをまず覚えてらっしゃるかい、皆さん。 Do you remember catch phrase of this year? どう？がっちりマックスだったのよね、ステッカー僕も持ってるけど、今となっては全員で勝つなんていうのが、もうこれはチームの完全にスローガンになってますよね。
おっしゃる通りなんですね。やっぱりこうチームのその状況によって、この、全員で勝つというのも実はこれは自然発生ではなくて、球団のそういう部署があってそこが発信していくんだよ。だから誰がどのように作るのかっていうとそういうのを作る部署があります。で、これも、球団としていくつかこう挙げていく中で監督と相談して、この中でどれがいいですか Which do you like best? っていう感じで聞くわけだから、球団主導ではあるんだけども、そこに監督の意見があってね、いやそれは今年はこうじゃなくてこうしようなんていう監督も、かつていらっしゃいました。で、僕なんかが90年代の、初めの方から、2000年代の初めの方までの10年間っていうのは僕の部署でやってましたから、僕らが中心に考えてましたけどもね。で結局でだけど、最初だけなんでね、最初はやっぱりその発表することによって、それをそのロゴとかその言葉を使ったグッズなんかを売らないといけないっていうのもあるしね、だからそれを決めるんだけども、それが最終的に浸透するなんてことはないね。シーズンの終わり頃にはほぼ忘れてるね。例えば、最近では、Be Innovation なんていうのありましたね。あとは Be Aggressive なんていうのもありました。で、大石大二郎さんの時なんかは、大二郎さん大ちゃんなんて言われてましたから大挑戦、チャレンジャーという意味もあって大挑戦なんていう大きな挑戦ね、というキャッチフレーズもあったし、いろいろあるよ。で例えば95年とか96年っていうのは、頑張ろう神戸っていうのが前面に出たんだけども、あの時も実はドリームトギャザーっていうね、このみんなで夢を叶えましょうみたいな、そんな、なぜかピンボケ、そんなね、キャッチフレーズを決めた時もあったんで、そういう部署があります。でそれは現場っていうか監督チームと相談をして決めるというやり方が一般的です。だけどおっしゃるようになんとなくこのシーズンが進んでいく中でね、だんだんそれが本来のキャッチフレーズが、忘れられていってね、その後にできた言葉が、なんかメインになっていくような感じ。今年の全員で勝つとか、かつての、頑張ろう神戸なんていうのはそうですよね。そういうことですね。ありがとうございます。そういう形でキャッチフレーズ、どこのチームも同じような感じじゃないかな。球団である程度用意して、監督に決めてもらうみたいな感じになるんじゃないかなと思いますね。一旦ちょっとピントずらして合わせ直して大丈夫かな。もう聞いてください、ということですね、見ないでください、聞いてください。もうずっとギター映しとくかな。いいか。そんな感じで、キャッチフレーズは決めております。また来年どんなキャッチフレーズになるか、お楽しみということ、そういう部署があります。はい、ということですね。はい、あとヤブさんに怒られちゃうな、こんなにピンボケしてたら。なんでピンボケするんだろう。ちゃんと頼むよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。お前さん、カズチューブ、ピンボケしてましたよ。で、ヤブケイツさんに言われるんだよな。どこにこいつは今ピント合わしてると思う皆さん。日本シリーズ終わったらもう本当買いますからね、僕。新しいやつ。これはもう燃えないゴミで出します。はい、続いての、お便りをご紹介しますね、ちょっと置くね。はい、で、続いてのお便りは秀九九さん、はい、質問魔です。魔は悪魔の魔ね。お前さん、阪急オリックスの日本シリーズといえば、話に出ていた1978年の上田監督の抗議もそうですが、昭和53年のね、大杉選手の放ったホームラン、レフトポール際、ファールに見えた打球がホームランの判定になって、そこで1時間19分だったかな、そんな長い抗議があったのね。で、1996年の巨人との対戦で、星野投手から井上選手が打ったセンターの当たりを元西選手が地面すれすれでキャッチしたのをワンバウンドと判定されたのに対して、扇監督が抗議、
りましたね、10分講義するからその間に次のピッチャーを作ってくれといった、話を聞いています。あの時5分以上講義されていますし、ベンチに選手を戻していますので、今のルールならば監督は退場処分になりますねということ、この時のお前さんのご存知の話があれば教えてくださいという。で、僕はこの質問に対してコメントで知りませんという、つれない返事を書いたんですが、本当はよく知らないんだけども、そのシーンは覚えてますよ。センター前の打球をセンター元西は前進前進前進地上スレスレ取ったかどうかというところで判定はセーフ、ワンバウンドの判定です。その時のセカンドの医師が猪野さんというセ・リーグの審判員、当時はまだ、審判員が、パ・リーグ、セ・リーグと連盟に分かれていた、まだ NPB で統一はされていなかった、今は NPB と管轄になってるんだけどもね、セ・リーグの審判員、猪野さんという審判の方で、もうベテランの審判ですよね、バウンドしたという判定で、それに対して、元西篤弘は、グラブをポーンと投げて、手を広げて、なんでだ、取ったよ、俺は。というようなジェスチャーを見せた。すかさず背番号72番が一塁がダグアウトから出ていった。でそこで抗議なんだけども、一番近くで見ているはずの審判の目の前、で、判定はされたんだけども、VTR を見る限りはダイレクトに撮ったように見えたし、で、後日談としてね、その後、僕は元西さんと仕事を何度もすることがご一緒することがあったんだけども、もうあれは完全に補給していると、嘘でも何でもないと、撮った自分が言うんだから間違いない、そうですね、名手元西篤弘、そこが元西さんの一つ見せ場でもあるんでね、そこはしっかりとキャッチしていたと本人はもう自信を持って言ってました。だからあれも、今リクエストがあればおそらく判定は覆っていたんだろうなということですね。そうなれば、抗議もなかっただろうし、今のルールだったらもちろん大井監督は退場になっていたんだろうけど、今のルールならば当然リクエスト制度があるんで、リプレイ検証で判定が覆っていた公算が高い、そんな感じのプレーではありましたね。だから昔はその、誤審といったら語弊があるのかもしれませんが、その辺の判定一つでね、やっぱりこう流れが変わるっていうこともありましたけどもね、このプレーに関しては、この試合は第5戦だったんですが、オリックスが勝ちました。はい、でそこで胴上げ決まる。あの時センター元西、ライト一郎、レフト田口、この外野は鉄壁でしたね。野田さんも星野さんも今でもあの時も外野の間あるいは頭越えられたらもうそれはもう納得しました、ピッチャーの責任ですと、もう素直に認められますということをおっしゃっていました。それぐらい鉄壁の外野陣だったんですね。3人とも肩強いしね。そうでしょう。元西さんも長崎慶北高校時代はピッチャーだからね。でその長崎慶北高校が甲子園に出た時には、島村俊春がアナウンスを実況をしているということを聞いたことがあります。島村さん曰く、元西覚えているよ、いいピッチャーだったよねっていうふうにおっしゃってましたから、そんな感じでございます。そういうことで美貌録さんはその島村さんといえば、ソウルオリンピックの、鈴木大地、長野オリンピックの、清水康弘の実況が頭に浮かびます。そうですね、鈴木大地さんのね、バサロしばらく潜って出てこない、そこから金メダル取る背泳ぎね、長野オリンピックの清水選手はスピードスケート、島村さんのこの長野オリンピック1998年の、あの実況を最後に NHK を退職されまして、フリーに転身されました。あのまま NHK に残っていればまた違った仕事で昇進されていたと思うんですが、やっぱり僕はやっぱり喋りたい現場なんだよねということで、フリーアナウンサーになった。島村さんがフリーになったきっかけも面白いんだよ。僕らがちょうど千葉マリンで実況やってたのよ、 J スポーツがね。でその時に NHK の BS かなんかで、島村さんが実況でお見えになっていて、で、その時にもう俺は退職するんだよみたいなことをおっしゃっていたのを聞いて、スタッフがそれならば島村さんということで、スカウトしたのが、島村さんの、フリーとしての、J スポーツデビューだったんですよ。
そこからずっと一緒にご一緒させてもらうようになりましてね、千葉も一緒にやった、ヤクルトも一緒にやった、WBC も一緒にやらせてもらったなんていう、そういう感じになりました。この前 の、 あの東京大会のさ、秋の高校野球でもね、国学院久我山のサヨナラのシーンを実況されていましたね、 J-COM でね、見ましたけどもね、あのお元気でいらっしゃいます、というわけでそんな感じの質問にお答えしました。こんな感じでよろしいかな、というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました、途中ピンボケが生じまして、お見苦しい点があったことは、お詫び申し上げます。というわけで、昨日教室が終わってね、僕そのまま打ちっぱなしに行こうと思ったんだけども、今日早朝で、火曜日は KBC ラジオがあるっていうことを思い出して、思い出すのよね本当に、早く寝ないとと思って昨日行かなかったんで、今日はまだ今9時ちょうど9時になりましたけども、これから僕はご飯を食べて、しばらくして打ちっぱなしに行ってきます。ゴルフの練習、ちょっと頑張ってね練習をしようかなと思って、九州の福岡のディレクターの安永ディレクターが、お前さんなんで急にまた始めたんですかなんておっしゃってましたけども、いやいやみんなと一緒にまたラウンドするためにっていうことで、これでヤブさんにもぜひ連れて行ってねっていうふうに、ヤブケイチさんね、お母さんと一緒に行きましょうよっていうふうに誘ってくださいねっていうことで、ヤブさんもしご覧になっていたらぜひ行きましょうって、お母さんにお伝えください。僕もお母さんには、LINE で、何の連絡してるねんって感じなんですが、やっておきますんでよろしくお願いします、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました、まだ4日あるんでね、まだ穏やかでね、というわけで僕はその前に19日には血液検査等のちょっと病院に行って検査をしてきますよね。この3ヶ月間頑張ってるその成果が数値に表れているか、それ楽しみではあるんですが、で20日は京セラ行く前にユニバに行ってラグビー喋って、京産大対天理のラグビーです、優勝のかかった大一番です、それを喋る、まだそこでは優勝決まらないんだよね、最終節がまだあるんで、でその後京セラに行ってお仕事をしてということになります、というわけで、またいろんな皆様からの意見、そうだ、そしたらね、明日も皆さんからのあれを紹介しようかな。もしよければこの日本シリーズはどんな戦いになるのか、何勝何敗でどっちが勝つのか、まあおそらくこのカズチューブご覧の方っていうのはオリックスファンなんで、オリックス勝つというような予想を立てる方、まあ、希望も含めてね、あると思うんですが、何勝何敗でいくのかみたいな、展望、どういう流れになるのかっていう、もし予想展望があれば、お送りください、お待ちしております。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。打ちっぱなし行ってきますよ、後ほど夜中に、練習場が午前1時までなんだけども、閉店間際に行きます。じゃあね。